はい、どーん。今日は丸鶏、はい、ゲットしたので、やっていきまーす。ほら、見てー。濃い濃厚でしょ。うん、美味しい。毎日夜の6時半は綺麗になる時間ですよ。しょうこのビビッドな日常スタート。このチャンネルは美肌になる食事とちょっと思考を変えるだけで綺麗になりながら人生が楽しくなる、そんなチャンネルになってます。ぜひ、チャンネル登録して最後まで見て一緒に綺麗になっちゃいましょう。今日は飲む美容液っていうことで鶏のスープストックをご紹介していきたいと思います。スーパーでね、食材を探している時に時折見つける丸鶏、まるっとしてるやつね。一見ね高く見えるんですけども、実際はねすっごいね全部丸ごと食べれるのでお買い得なんですよ。なのでもう皆さん、あの丸鶏を見つけたら買っていただきたい。もうなぜかというと、もう飲む美容液って言われるくらい濃厚なねスープストックができるから。鶏スープはアミノ酸やミネラルがたっぷり。もうね、慢性的な疲労とか虚弱体質、病後のね人にはもう積極的に摂っていただきたい、もう美容効果の高いものなんです。中医学的には鶏肉って体に優しくてね、温めて体の生気を養ってくれる食材になっています。気を補って、ね、血を巡らせてくれるため、虚弱体質、むくみですね。水分代謝っていうのを衰えてるのに、とてもね、改善してくれると言われてるんです。私は本当にちっちゃい時ね、すごく虚弱体質だったので、とってもね、こういうグツ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 ね、ちゃんと鶏の出汁を取ったものをよくお母さんが作ってくれました。はい。で、この鶏スープには、睡眠のね、質を高めるグリシンや、コラーゲンの原料になるプロリンでなどね、アミノ酸が豊富に入ってるんです。さらに、カルシウム、マグネシウム、カリウムなど、ミネラルも豊富。ね、またヒアルロン酸の原料になってるグルコサミン、ね、よく聞いたことあるでしょ。肌にハリツや弾力を与えるコンドロイチン、コラーゲンも含まれています。西洋医学の分野でも炎症の改善とか腸内環境の改善、骨密度の増加、肌質とか髪質の改善にも期待できると言われてます。なのでね、ぐったりね、疲れちゃって、もうどうしようもないみたいな時は、ぜひ丸ごと、鶏を丸ごと使ったね、スープが断然おすすめです。特にね、こう内臓を抜いたね、下処理済みのものが売っているので、もうそれ使うと本当に、本当に簡単です。肌も体もぐんぐん元気になる上に、いろんな料理を使い回しできるから覚えておいて損はないです。ではね、作っていきたいと思います。レッツクッキング。はい、どーん。今日は丸鶏、はい、ゲットしたので、やっていきまーす。見て、この、特売、ズバリおすすめ。で、入れて、これで今、2リットル。3リットル。残ったちょっとセロリをザクッと入れておきます。ネギも、この辺はざっくり入れちゃいます。はい、約2時間ぐらいね、グツグツしてたんですけど、はい、こんな感じです。はい、結構ね、減ってるでしょ。煮詰まってるんです。いい感じのね、スープになってますよね。そっからちょっと肉ちゃんを、これどう？見て。ここね、すぐね、こう、ほら、もうね、ホロホロになってるんです。なんで、ホロホロになっているので、これほぐしてね、サラダにしたりとか、シンガポールチキンライスにしたりとか、ポロポロしててほんと食べやすいんですよ。すっごい香りしないと思うじゃん。すごい、うん、ね。久々にね、見つけたもんね。うん、じゃあちょっとスープを作っていきます。これ便利じゃない
これもほんと濃厚な。めっちゃ濃い。ほら見て。すっごい濃厚でしょ。これを、このキレイちゃん。このキレイちゃんのね、中もね、効能って、すごいね、キクラゲ入ってたりとか、ココナミ入ってたりするので、これはね、ルイボスティーなので、ルイボスティーはちょっとね、抜いておきます。で、このね、中身をね、ザッて。もうちょっと濃厚にしておきます。今日のご飯に使うのね。はい。で、このね、お鍋、ここがね、開いてるので、わかる？ちょうどね、入り口が開いてて、蓋閉めたままやれるからね。こさなくていいんですよ。すごくない？今日の分、ね、スープは、ちょっと作っていくので、また、キレイちゃんの方ね、具の方を。そう。本当はね、結構飲んだ後もね、後で入れたりもするんですけど、今日は、入れちゃいまーす。ちょっと温め直してん。うん。ね、全然塩入れてなくても濃厚なんだけど、ここから塩麹を。もうね、塩麹がなくなるから作んなきゃ。入れちゃいます。お好みだったりとか、キクラゲだったり。ね。ね、そこいっぱいね、今日はサムゲタンの中身のようなものがたくさん入っているので、なので、すごくね、漢方にいい感じ。はい、スープがもう仕上がっております。うん、めちゃくちゃ美味しい。ちょっと今日はね、隠し味にこの有機の玄米黒酢を少し入れます。こんな感じでーす。うん、美味しい。うん。ね、またこれでね、ちょっと卵溶いたりとか、いろいろやったりとか、あとやっぱりこのストックさんのね、この濃厚なもうコラーゲンたっぷりね、このスープのストックとこの子たち、これなんかもう本当にサラダにね入れたりとか、もういっぱい存分に、これだけでも本当味がもう染みてたりするので、本当に塩ちょっとかけるだけでめちゃくちゃ美味しいのよ。はい、ちょっとこれともさんに食べてもらおうかな。はーい、どうぞ。いただきます。熱いから気をつけてね。うん、美味しい。美味しいでしょ美味しい。うん、めんどくさかったら5分ぐらい圧力鍋でガッてやる時があるんですけど、そうじゃなくてね、煮詰める、これはね、お店の方に教えてもらったのに、煮詰めるとどんどん鶏のねエキスがこう煮詰まっていくと、後でちょっとね、料理する時にさらに水を足してもすごい使えるから、濃厚な一つストックを作っておくとね、いいんだよっていうのを教えてもらってから、時間がある時結構ね、もう ほったらかしにね、2時間ぐらい火つけて、タイマーつけてね、だいたいその間にこうね、メールだったりとかお仕事をパソコンでしてることが多いので、意外にほったらかしてもう全然忘れなければね。だから近くでやってるんですけど、仕事。そうやってやってるとね、何にもしてないけど、ずーっと時間でぐつ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 コツ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 、なんか濃厚になっていく感じが、料理、すごいしてる感。ね、なんか愛情が鍋にいっぱい注がれてるような気持ちにもなるし、そこを使って本当にね、いろんな料理ね、ともさん作るとね、うん、美味しいんだよね。お店の味だねって言ってくれたりするので、ね、普段こうちょっとね、スープの素だったりとか、お出汁だったりっていうのは、使う時ももちろんあるんですけど、ね、鶏出汁のね、元とかっていうのをもう使わなくても
全然 OK じゃない？ポロポロ取れるし、うちのハエとかでもね、歯が弱くてもしっかりね、お肉美味しく食べれたりするので、丸々の鳥が見つかったら、ぜひとも一回やってみてください。お料理が上手じゃなくても全然平気。冷蔵庫でちょっとだけ使わなくて置きっぱなしになってるような野菜とかもね、どんどん詰め込んで、コンソメにしちゃったら、すごく美味しいもの出来上がってくるので、もうくず野菜とかでもね、入れて、ちょっと自分なりのスープを作ってみてはいかがでしょうか。翔子のね、ビビッドな日常は、私がね、普段どういう風に綺麗と向き合って、上手に手抜きして、愛のある手抜きをして、ね、健康に綺麗に家族にも喜んでもらえるっていうものをね、皆さんにまたどんどん紹介していきたいと思いますので、もしねよかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。またね、いろいろ今イベントをね考えて、結構いろいろやってる、毎週何かを。この間はねエクササイズやったりとか、久々に大阪でメイクのレッスンやったりとか、あんまり普段の一般の方ではやってないんですけども、今いろいろチャレンジをしております。もしね、私聞いてないよっていう方がいらっしゃいましたら、だいたい LINE の方でね、皆さんにご紹介しているので、もしよかったらちょっとチェックしといてください。まだお友達になってなかったら、ぜひともお友達になってください。またね、皆さん美味しく食べて、コツコツ思考を変えながら綺麗になっていきましょう。ではまた次の動画でお待ちしてます。